君は可愛いな。やっぱり映像で見るより実際の姿を見ている方がいい。可愛い。好き。好き。早く僕のものにしたい。僕だけのもの。どうしたらなってくれるのかな。僕は君のためなら何でもするよ。え、起きてたの？いつから。あ、僕の声で起きたのか。うるさくしすぎたか。あ、何？ああ、確かに言ったよ。僕は君のためなら何でもする。もしかして、何かしてほしいことがあるの？嬉しいな。僕を頼ってくれて。ほら、怖くないから、言ってみ。なんて？シャンパンコール？シャンパンコールって、ホストクラブでやるやつ？あれやってほしいの？待って、初期？あのさ他にやってほしいことないの？例えば、ほら、お金欲しいとか、嫌いな人がいるから消してほしいとか。君の利益になりそうなことなら、僕何でもするよ。そういうのはいいからって。だからって、なんでそんなにシャンパンコールにこだわるのさ。ホストに会いたいからホスト役をやってほしいならまだわかる。あ、いや、それも意味わかんないけど、コールの方って僕にできると思うわけ？というか、まずこの状況なんとも思わない？だって僕今日も勝手に君の部屋に入ってきてるんだよ。何普通に話しかけてんの？一応僕って君のストーカーだよ。前にも言ってるけど、君のことを手に入れたくて、いっぱい君のことを調べて、写真撮ってコレクションしている男だよ。ねえ、なんか余裕そうにあくびしてるけど、俺の話聞いてる？はあ？無理ならホストクラブ行くとか何言ってんの？意味わかんない。そんなのありえない。許すわけがない。僕がいるのに他の男のところに行こうとしてるわけ。嫉妬させたいの？そんなことしたら僕何するかわかんないよ。ねえ、何起き上がろうとしてんの？どこかへ行こうとしてるの？逃げられると思ってるわけ？まさか本当にホストクラブに行くつもり？は？コンビニにシャンパン買いに行く？まだシャンパンコール諦めてなかったの？こんな夜遅くにコンビニとか行かせるわけないでしょ。ダメだよ。ほーら、君の手と僕の手を手錠でつなげたよ。これで離れられないね。うわー、もうシャンパンコール、シャンパンコールって何回も何回もしつこいな。わかったよ。やればいいんでしょ、やれば。君のために何でもするって言ったもんね。やるよ。でも今日は無理。準備いる。明日？わかったよ。もう明日やるよ。
明日俺はホストになる。ホストか、ホストでいいのか分かんないけど、やったら僕のものになってくれるんだよね。もう話さないから。ん、今日もうここにいるよ。いいよね、もう手錠つなぎちゃったし。君の横で寝るから。嫌がっても知らない。やめてあげない。君はストーカーと添い寝するんだよ。はい、ホストクラブになりきって早々に枕営業するとかそんなつもりで言ったわけじゃないから。もう何なの、全然怖がらないじゃん。僕のこと好きなの？別に好きじゃないって、もう意味わかんないし、もう知らない。寝る。だから笑うなよ。もう何なの、好き。はいはい、こよい、はい、こちらの、はい、素敵なお姫様から、はい、高級シャンパン、シャンパン、シャンパン、ドンペリゴールドいただきました。お姫様本当にありがとう、わっしょい。それでは、はい、シャンパン、はい、開けさせて、はい、いただきます。はい、3、2、1、ポン。あのね、お姫様、ね、これまだやる？待って、君それ動画撮ってない？あー、消して。